平家ボタルは、高中目ホタル化に分類されるホタルの一種である。日本では、源氏ボタルと並んで、身近な光るホタルである。源氏ボタルより小型で、より汚れた水域にも生息する。源氏ボタルが、日本固有種なのに対し、東、シベリアや朝鮮半島などにも分布する。また、源氏ボタル、クメボタルと並んで幼虫が、水中生息するホタルであり、 日本産水生ホタル3種の中では最も小型である。名称は、ゲンジボタルとの対比で、似ているがより小型であることからの名付けられたものと思われる。ゲンジボタルが、渓流のような整列で、流れの速い水域に生息するのに比べ、平家ボタルは、水田、湿原といった、止水域を主たる、繁殖地としている。幼虫の餌になるのは、 死水に生息する物あらがいなどである。オスの光の点滅の速さは、源氏ボタルより明らかに早く、明滅時に星が芝叩くような光り方をする。発生機会も長く、二種が同じ水域で発生することも多い。山間部の農村では、水田周辺に本種が、河川付近に、源氏ボタルが発生し、実際には、両者が一部で入り混じって発光する。ただし、 ゲンジボタルのように短い期間に集中的に発生することが少なく、発生は長期にわたるが密度は高くならないのが普通である。かつては水田周辺ではどこでも簡単に見られたものだが、水田への農薬散布や水田周辺の環境変化に伴い生息環境が狭められている。ありがとうございます。